知っていますか？アフリカコンゴ民主共和国では20年以上争いが続いています。紛争が原因で子ども兵にさせられる子どもたちがいます。子どもに親や友人を殺させて他人を殺すことへの抵抗をなくしコントロールしていきます。子どもは従順で洗脳されやすいので紛争の消耗品として扱われます。地雷原の戦闘を歩かされたり最前線で弾よけとして使われます。女の子は性的虐待を受けます。紛争の主な原因は何か。私たちが普段何気なく使っている携帯電話やスマートフォンや家電製品に使われているレアメタルなんです。武装勢力がレアメタルを奪い合い、レアメタルを資金源としているため、紛争がなかなか終わりません。子ども兵の問題は、私たちとは無関係の遠い国の話ではないんです。テラルネッサンスでは、元子ども兵に職業訓練を提供し、社会復帰をする支援をしています。手に職をつけた元子ども兵がもう一度兵士に戻ることはないのです。皆さん、この事実を周りの人々に伝えてください。そして私たち一人一人にできることを考えてみてください。